手元にですねある資料は、私がこれから話す全部の資料が載ってるわけじゃなくて あくまで抜粋ですので、それをご注意ください。先ほど今の和家先生からも話があったように、名学は大変福祉学科は大変ですね。歴史が深くて今でこそ福祉学科に精神科医が常勤でいるというのは決して珍しくないんですけども、実は私がもう3代目でして私が赴任したのが96年なんですで、に3代目の一応教員ということでここにいます。そういう意味で非常に奇特な大学で、いかに社会福祉に力を入れてたかということだと思います。だんだん分かってくると、でやっぱり脳の、これは初めて言い出すのはグリーゼンガーという人なんですけども、精神病は脳病であるというふうに言い出して研究が進んでいくということがあります。特に最近では前頭葉の機能障害というふうに言われています。だから機能障害ってのはどういう意味かっていうと、車で例えて言えばエンジンがありますよね。でエンジンの例えば4気筒だったら4気筒じゃダサいな6気筒直列6気筒だったら6気筒で1個シリンダーがやられてるとかね、1個カムシャフトがやられてるとか、そういうのは機質障害っていってエンジン自体が壊れてると、そういう病気じゃないんですね。エンジン自体はちゃんとしてるんだけどもうまく動かないと、例えばガソリンの中に不純物が入ってるとかね、そういったことをイメージしていただければいいと思います。一番よく言われてるのは、ドーパミン仮説って言われてて、この神経伝達物質が過剰放出されているというのが一つの有力な仮説で、治療としてはこのドーパミン遮断剤というのが一般的に効くと言っても 100% 全員に効くわけじゃないですよ。厚労省の出しているその適用薬の適用というのがあるんですけども、適用に統合失調症と書いてあるけども 100% 実は残念ながら効かなくて、処方するのは極めてよく効くのは3割とかね、少し効くのがもう3割の方とかで、全くやっぱり薬に反応されない方も2、3割います。じゃあどんな症状かっていうことですよね。これはねご本人が体験するのと周りが気づくということでちょっと分かりやすくまとめてみました。幻覚、これは非常に頻繁に幻聴がよく現れます。幻聴っていうのは聞こえてくるんですね。幻覚っていうのはじゃあ錯覚とどう違うか。幻覚っていうのは対象なき知覚です。対象なき知覚ね、全く何もないのに何かを感じてそれを見てしまうと、例えば由紀さおりさんですかというあなたを見て、もっと若め古い最近の人知らないから、要するにもっとねだから洒落た名前なんかない、なんかあんまりタレント知らないんだよ、こう誰かいてその最近の人と間違えるっていうのは錯覚なんだよね。そこにいて間違えるけど、誰もいないのに由紀さおりさんですかとか、高倉健ですか、ちょっと古いかなというのが錯覚で、ね、全く何もないのにね。けど統合失調症ではそういうように幻覚が、特に聞こえてくる形の幻覚が命令するとかね、何をやれとか、あそこに行けとか、あいつを叩けとか、よくないのは攻撃しろとかね、そういうのが出てきちゃうんですよ。これが幻覚で、妄想、これ訂正不能です、それ違うんじゃない、僕私天皇陛下の孫ですって、違うんじゃないかって言って、そうかっていうようだったら妄想じゃないのね。これやっぱ訂正不能なんですよ。でこれは結構厄介です。で変な意味付けをします。でそういう意味でこれも非常にご本人はそれが全く病気であるという自覚病識もないんで非常に困るんですけども、こういった症状が起こってくると。じゃあ今の日本の現状っていうのはどうなんだっていうふうに今見てきますと、これが
日本の精神科病床数です。若干ちょっとこれもう17年前で古いですけど、基本は変わってません。基本は変わってません。日本が先進諸国であたりでは万対精神科病床がダントツに多いと。で、各国は減らしているのに日本は高止まりしていると、まあ、若干減ってはきてますけどね、高止まりしているというのが現状です。これはまあいろんな特徴があるんですけども、日本は例えばイタリアとかイギリスなんかは公的なものが、公が精神科医療になってますから、上のトップがですね、やはり精神科病院にねずっと患者さんを入れておくのは良くないと、やはり人権上問題であると、WHO がもう1998年ですかに言ってるんですけども、患者さんは自分が住んでるところで治療を受ける権利があるんだということから言えば、日本はそれに反してですね、例えば東京に住んでたら入院病棟っていうのはあんまり、まあ世田谷だったら松田病院っていうのはありますけど、近くに精神科病院があるわけじゃないですから、特に東の方だったら東の方で具合悪くなって強制処置入院って言いまして、ご本人の自傷互いがあると、ご本人が精神症状によってさっきも言った幻覚があって、あの人をこう殴れとかねいう幻聴があった時本当にやってしまう、で保護されると、話を聞くとどうも辻褄が合わないと、言ってることが話が状況と合わないというと鑑定室というものに連れてかれます。でそこで精神科医が2人いて、どうもこれは状態、この事件は精神科症状によってこういう事件が起こされたということは認定できれば、本人が嫌だと言っても強制的な入院措置になるんですね。その場合に大体病棟があるのは西の方です。八王子の方、青梅の方に多くて、そっちの方に、まあ、当番病院っていちいち決まってるんですけどもね、そっちの方に連れてかれちゃうと。で退院すると、良くなって退院すると、で葛飾の方に住むと。で通院しろって言ったって東京縦断してね、そんな通院できないっていうんですよね。でそういう意味でやはり地域で、治療を受けるということが非常に大事になってくるわけですね。で例えばここからがまあ一番最後の触りなんですけども、例えばこういった家族のがいらして、例えばお母さんが精神疾患になると。で昔はまあ医者がこう薬出したりしてね、こう支えてたわけですけども、まあひどかったら入院していただくとみたいなことだったんだけど、今はここにあるように多職種チームモデルといって、いろんな専門分野の方がいろんな専門性を持って、この当該患者さんを助けようという発想で動いています。これはまあ看護師であり保健師なんだけども、で他にまあ薬剤師がいたりとか、まあ心理の人がいたりとか、でここでまあこの当大学でもやってるような精神保健師福祉士のですね養成を行っていると。さっきも挙げたように、まだまだ日本は精神病院中心主義の精神医療ですので、あの精神国に比べてのものすごい病床数の多さをの国際的批判を受けてですね、実は精神保健福祉士っていうのはできるんですね。だからさっきも、まあ、お見せしたように、非常に、まあ、精神保健福祉という分野、極めてマニアックではあるんですけども、やる仕事は非常に多いし、その成年貢献制度ということで、老年の高齢者の高齢福祉分野でも非常にこれは関与していることしてくることなんで、それを精神保健福祉が協会が受けようという話が今出てますんでね、非常な有望分野ではないかというふうに、いやいやパイ、そういう意味ではやることが
山ほどあるということをちょっと強調してですね、終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。ということで終わります。ありがとうございます。